Hi, everybody. My name is Kamer. I was born in Korean, I'm 11 and so I'm quarter. It's my favorite country about ここ日本いうてな。こんにちは、竹川クリステルと申します。コンコン、釘を刺す。今ね、なんでこんな感じで隠れて撮ってんのかとご説明しましょう。今ね、幼馴染兼嫁の萌えの家に来そうちゃんね。萌えりんですね。今ね、まあ、もう寝そうちゃんね。俺が来るってのは任とって寝そうちゃんね、本当に。舐めて腐っとるよね。略せば舐め腐っとるってやつやね。コンコン。釘をさでね、なんか面白い動画二人でいっぱい撮ろうっていう感じで結構言ってきたっちゃうね。いや、俺なりに面白い動画いっぱい撮ってやろうじゃないだろうってね。で、萌えてさ、自分の YouTube チャンネルのキャラクターではさ、今日も元気に日にしよう、萌えりんですって、ブチャンコ清楚系みたいな感じで狙ってますみたいな感じになってやろ。ほんと、クソあざといわ。もうそういうの全部ぶち壊していきまーす。ちょっと待って、リコーダー吹いていい？合唱コンクールこれで出ます。こうだな。じゃあ今日何をやるかと。じゃあ普通に起こしに行きます。もうこれだけじゃただのサービスショットになります。もうめんどくさいですね。そうなんで起こしてちょっと今から連れて行きたい場所あるっちゃねみたいな、最近お前も頑張ってたろうし、ちょっと俺と見せない場所あるっちゃねみたいな感じで言って、あたかもこれデートですか、もうこれ夜景ですかみたいな感じでもうなります。絶対惚れるんで結婚っすねこれ多分。こうだな。ここ見て、はい、オーランドブルーム。こうだな。起こして一緒に二人で出かけます。車でちょっと出かけてパッと着いた目的地、はい、夜景が綺麗に見えるかなと思って広大な敷地を見た瞬間に、これ心霊スポットなんですね。幽霊ワンサカいます。心霊スポットとかホラーぐちゃんこ昔から嫌いじゃん。本当に拒絶反応エグいぐらい、アナフィラなんとかとか出るやつ、それをね超えます。で、それで、もう最終的に心霊スポットを連れていきます。絶頂を迎えてね、そのまま地獄を見させてあげます。世界に存在するどのジェットコースターにも怖い状況を味わせるからと思います。なくなったよ。何優しくしてんの、楽しいだよ。これ出口、出口、出口、どこ注射お前、ちょっと赤番しちゃうぞ。そこは固くなに首触れるぐらいの余力があるというね。さすが YouTuber やな。あ、ごめんね。何俺今日来るって言うんだよ。何ですか。ちょっと金銭で多分酸素吸いづらいで、ちょっと待って、もらうまいの一緒にこれ見せてよ。行ってほしいの。いいよ。何やってんねん。今一気に目覚めない。便秘。あ、じゃあ便秘なんだ。俺今便秘って聞いたから、うん、便秘。あ、うんこいっぱい溜まってんだね。うん、私うんこいっぱい溜まってますって言えるじゃん。うん、いっぱい溜まってる。うんこだな。いや、今のは負けたわ。うんこだな。てかね、寝てる間さ、多分おっぱい片っぽどっかに逃げとったよ。徒歩5分圏内ぐらいにいる今。え、あ、なるほどね。Bluetooth で繋がっとかにそのおっぱい。なんつうんだって。呼ばれた時に来たというおじいちゃん、一緒にここは寝かせねえよ。楽しみする。寝かせねえよ、おじいちゃん。なあ、愛くるしいな。はい、はい、はい。で、今日なんだけどさ、コンコン、釘を、多分これ異論はないと思う、今から言うこと。惚れてんだろ、俺に。コンコン、釘を刺す。ごめんね、北にカメラ回しとって。まずそこは謝る。ちょっと、萌えに見せたい場所あった。今からちょっと連れて行きたい場所があるっちゃうね、マジで。本当に。いや、でもそれをもう超えるぐらい感動させちゃうんだけど。いや、当たり前に言ったね。大事とまだ。どれぐらいのハードルでも何でも超えちゃうよ。感動と喜びしか与えられない。今からちょっと行こう、二人。大丈夫？もうちょっと目覚ましてから行きます。ちょい今期待値めっちゃ上がってるけど。多分上げてっていう全部超えてくるけん。大体シュート多いよ、普通に。YouTube。今日も元気。姫路城。くたばれ。さっさ起きろ。夜景好き？夜景行くの？夜景行くの？言い過ぎた？俺。期待値上げすぎたのか。マジで、ほんまに起きだから、ほんまにモザイクかけるな、マジで。分かった、もう絶対的にモザイクかける。俺らモザイクってかかっとるから。ほら。言っておきたい。 いやもうかかっとるかかっとる、別にアップロードした動画見ればいいやん。モザイクって絶対かかっとるけん、ここに任せた。俺やしましょ。嘘ついたことあるか、俺が。今までね、期待値の点ぐらい下回ってくるよ。なるほどな。一回弁護士お互いちゃんとつける。法廷で戦うべきやな、やっぱな。法廷では。
でもね、今日今までのそういうね、仲がいいがいるにお互いちょっと防御向き合って、それを今回ちょっと一歩リードして、またおたらの世界に連れてってあげようかなと思って。マジで気がすぎてちょっと照れるけどな、ロマンチックすぎて逆に照れてしまうとこあるけど、まあ、運命だけじゃねえけど、大人になっちゃった、大人やけん、思いそのままなとしつつ、まあまあ、ちょ、言っちゃって、まあ、表現できればなっていうふうに思ってて、テンション上がってきたろ、上がってきた、よっしゃ、ちょっと行こうぜ、行くか行こうぜ。オッケー、まずお進行、住所はまだ教えられんのよ、これ左に行ってもらって、え、どんな、普通に人っ気なくない、ねえねえ、待って、そわっ、あっ、いく、マジで待ってきてもらえるの、いや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 、地震事故が多すぎて